ジョバンニ・デ・メディチはイタリアの貴族、イル・ポポラーノと呼ばれた。メディチ家の傍系の出身で、ピエル・フランチェスコ・ディ・ロレンツォ・デ・メディチの息子。フィレンツェに生まれ、1476年に父と死別したため、兄・ロレンツォと共に本家へ引き取られ、重系・ジュリアーノ・ロレンツォ・デ・メディチらと一緒に家庭教師から教育を受けた。教師はマルシリオ・フィチーノや、 アンジェロポリツィアーノであった。彼らは古典文学を学ぶのに非常に熱心で、後古典文学原稿や古写本を収めた大きい図書館を創設した。後、ロレンツォ・イル・マニフィコとの中は主に経済的理由から悪化した。ロレンツォが死ぬと、兄弟は後継者ピエロと折り合いが悪く、1494年4月に彼らはフィレンツェから追われた。 同じ年の11月にフランスオシャルル8世がイタリア侵攻を始めフィレンツェで共和国革命が起こってピエロを追い出すとジョバンニは兄ロレンツォと共にフィレンツェに戻ったジローラもサボナローラを支援したことからポポラーノのあだ名がついた1497年ジョバンニフォルリ及びイーモラ領主カテリーナスフォルツァと結婚した二人の間には ルドビーコという男児が生まれたが、ジョバンニがしばらくして亡くなると、カテリーナは再度息子に洗礼を受けさせ、ジョバンニという名前に変えさせた。この子が、後の有名なコンドッティエーレ、ジョバンニデレバンデネーレである。ありがとうございます。